はい、じゃあ、次は、これタイトル変わってないですね。変わってない。ライトコモン、ダウンエニウェアということで、松井さんからなります、はい。よろしくお願いします。はい、おはようございます、私のセッションを始めたいと思います。と言ってもですね、サブタイトルがついているように、いつものやつです。いつも。ライトコモン、ダウンエニウェアって書いてあるんですけども、メイキングアーカイブは L2C、シャープ6-51ということが、アトムドットネットの企画ということで始めたいと思います。私は、こんな感じです。主催してます。最近はなんかツイッターで、ツイッターに顔出してることが多くて、あんまり、Facebook とか、見てはいますけど、そういうような感じで、MVP と、なんかそのマスターとかいろいろやってます。で、今回のこの、ドットエントロピアのセクター CLR のオーガナイザーをやらさせてもらってます。あとはあれですね、全然他の IT と関係ないですけど、バイクの時ですよ、バイクって自転車のですね、バイクの労働会社の。で、今日のアジェンダなんですけど、What's the any をやって、あまり説明しないですが、なんか、これ知ってますよね、皆さん、このライト、このラーニングエニューは。ちょっと違いますけど、某 J の作る。30億。あれですね、30億のなんとかですね。はい。もうひねってあるだけです。あんまり深い意味はないです。で、それと、それから、あと、今日は、ちょっとデモンストレーションをできれば、デモにはね、なんかこう本番にものが住んでたりするんですけど、ちょっとやってみたいなと思ってて、そのデモで使うサンプルのデータとかの説明をしながら、新シャープ、今日新シャープの話です。ちょっと新シャープ、新シャープちょっと書いてあるけど、基本的に新シャープの話です。皆さん安心してください。の、新シャープで、こんな感じ の、 そのデータを処理するため の、 実装をして、で、あとちょっとプラットフォームに置くとかあったりとか、シンクはプラットフォームに置くしてみたいなことのデモンストレーションをやってまとめをしたいかなみたいな感じになってます。なんか割とそんなに話すことないから早いかなと思ってるんですけど、よろしくお願いします。で、What's Anywhere って、これ、某有名な、最近はあれですね、MSB に買収されたザマニンの、プラットフォームの、説明でよくなんか出てきた写真なんですけど、Line Anywhere って、要するになんかこう、できれば、我々できれば、一回コードを書いたら、どんな環境でも動いてほしいわけです。で、かつてその J がそれを目指したわけなんですけれども、実際に2000年頃からかな、なんかJava の、ウェーブがあってですね、結構流行ったわけなんですけれども、あの時に、しきりに言われていたのが、一回書けばどんな環境でも動くと、嘘つけお前みたいな僕は思ってたんだけど代表的には僕その頃今でもちょっとそうなんだけど、SIR の環境でドンプリとプログラムとか書いてまして、某 F のつく大企業の中でやってましてですね、で、あそこはあの頃ですと、今も使っている人いると思うんですけど、トムキャットとかですね、あの辺のバックエンドにそのミドルウェアを自社製品として販売してたんですね。で、それ、なんか愛のつく製品なんですけど、なんかそれを使うと、要するになんかトムキャットのような何かの上で、その Java のコードが動くみたいな。で、ほぼトムキャットですよ、ということで、触ってみると、全然違うわけですよ。で、なんか、そもそも名前交換違うし、どういうことみたいな。なんか微妙になんか改変されてるし、みたいな。いうことでですね、あの頃に私は思ったんですね。どの環境でも一つコードを書けばどんな環境でも動くっていうのは妄想だと
いや、まあ、マジですよ、マジで。なんでかっていうとですね、じゃあ例えば今これあのスマホ映ってるじゃないですか、まあ、もう一個ね、もうちょっとフェードこの間フェードアウトしちゃったやつがないですけどないんですけど、でもこれスマホですよね、ここに映ってないものはあるんですよ。それあのタブレットありますよね、あの iPad とかね、ありますよね。であの皆さんなんかあの例えばザファリンじゃなくてネイティブでもいいんですけど、なんかその、タブレットとか、 なんかそのスマホとかあるいは PC 向けにあのなんかソフトウェア書いてる人はなんかあの正直に言ってほしいんですけど、あのきっと同じことになってないと思ってるんですけどあの仮にですよ、仮にすごく僕はなんかよく似てんじゃないかなって、コード書いてないから分かんないけどよく似てんじゃないかなと思っている iPad とか iPhone を比較しても同じコードはあの書いてないと僕は思って信じているんですけれども、そうじゃないかなと思うんですよね。でそのデバイスって要するになんかこうデバイスが違えば使い方が違うわけですよね。その Apple Watch とかもそうですし、あの小さい画面になんかマルチウィンドウのウィンドウなんか出してもしょうがないってみんな分かってるわけですよ。だから当然なんかユーセージ違うので違うプログラムに話されてない。それはなんかこう似てるものとしてあのタブレットでもそうだし、あの、そういうスマホ の, そのプログラムでも、まあ、そんだけでも、まあ、結構あの変えないといけない、まあ、よく言われてますよね、その UI の設計で。あのやっぱりその共通するのはちょっと難しいのかな。大体なんかよく似てるあのスマホでさえあの iPhone と Android ではなんかこう最後のところコントロールとかがなんかじゃあ Android 用のコントロールを使った方がいいとか見た目にした方がいいとか、あの iPhone 向けにした方がいいっていうのはよく言われてることで、まあ、そういう違いがあるという、まあ、細かい話をすればそういう話で、でまあなんかシステム全体から見ればもう全然違うわけですよ。今で言えば例えばクラウドだったらじゃあ AWS となんか GCP と Azure となんかあのどれもこれも同じようにいけるかって言ったら、まあせいぜいやれるとしたらなんか YaaS 環境で自分で一から構築したようなフィールドイメージでやるんだったらひょっとして頑張ればできるかもしれないけど、まあ、結局違うということで僕は思ったわけですよ。まあ、それをその台の前に、まあ、そんなの妄想だろうというふうに思ってて、まあ、今に至ってもまあそうだよねみたいないうふうな感想なんです。それがワッツリニアという話ですね。何分だろう、何分だろう、マジで何分だろう、はい。で、ワッツリニアで今あのそう僕がやってるその IoT 通信っていうやつで、これあの松岡さんとちょっと前にですね、あの手に持ってるのはあのマイクロビットっていうあの、まあ、IoT、まあ、Bluetooth があるから IoT と言っていいのかな、あれ、まあ、IoT のデバイスでなんかその手のひらサイズのやつであのなんかこう LED のマトリックスがついてるんですね。でそこになんかドットマトリックスの字を出したりとかあのできるデバイスで、これの上でなんかプログラムを動かそうということで、今だとですねあの、まあ、マイクロビットだとメイクコードというめちゃくちゃなんかあの洗練されたあのビジュアルプログラムの一種の、 あの、まあ、あのスクラッチですかね、あの言うなればあのスクラッチみたいなやつなんですけど、なんかそういうのが使えるし、あとエンベッドっていう関係、これはあの ARM CPU が載ってるんでエンベッドで開発できる、それから、一応 Arduino の IDE にも対応してるということで、まあ、どれを選んでもいいんですけど、まあ、例えばここで一つピックアップすると、その Arduino の ID の場合ですね、 Arduino ってなんか全然違うデバイスにも Arduino の ID で開発ができたりするんですね。トレードストーリー、これなんかそうですけど、今日ちょっと持ってきてるんで、こういうやつなんですけど、中身これです。ちょっとあの講師にあのお土産をもらったやつなんですけど、これあの、おとついなんか公式にあの技的が通ったってことらしいので、あの晴れて日本からあのお買い上げいただいて、あの楽しく遊べるんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういうのとかもアルディーノの ID であの開発できると。でアルディーノの開発やったことあるって知ってます？アルディーノで、あれってなんかちょっと不思議な感じがしてるんですけど、アルディーノの ID ってなんか一応 C++ がバックエンド GCC が動いてるんです
けど、C++ でコードなんで。で、サードパーティーのライブラリとか、そういうのって、なんか裏ではなんかソースコードとしてライブラリが結合されるんですね。で、全部、要するに普通僕らってソースコードって一旦コンパイルして、ライブラリにした状態でバイナリーとして配布してたりとかするんだけど、そうじゃなくて全部なんか C か C++ のソースコードでやってきて、で、その場でビルドされる。だからなんかシンボル名がなんか一致していればなんとなくこうふわっと移植できるみたいな、なんかちょっと不思議な環境だったりするんですけど、まあなんか僕のイメージとしてはそんな風になんかこういろんな環境で動くっていうのはそういう風に結合されていっていいんじゃないかなっていう風にちょっと思ったんですよね。まあそれはルディーノの ID をちょっと触り始めたのが割と最近だったので、それも I2C の絡みで触り始めたみたいなんですけど、まあなんかそれを見てて、あ、こういう風に別に結果的に妨害なんじゃないのって、ものすごく中で別にいろいろ一生懸命やらなくてもいけてるし、いいんじゃないかみたいな、まあ、あれはあれでね、いろいろ難点もあるんですけど、まあ、そんな感じのことを思いました。で、っていうのは、つらつらとエニウェアの話なんですが、今日の本題に入るとですね、これ、今日、いじろうと思っているデータです。データっていうのはね、ファイルが3つある。テストファイル1とテストファイル2とテストファイル3、それぞれにこんな感じのテキストが書いてあるわけです。クールマイクロソフトとかですね、よくはクールなんだよって突っ込んで入ったんですけど、マイクロソフトドットネットとかセンターシーエルドットネットみたいな感じの、もう短いテキストが、それぞれのテキストファイルに入って、こいつをね、ちょっと加工したいんですよ。で、まあ、どうやるのかなみたいなことでちょっと進めたいんですが、ですね。まず、私はこういうクラスを設計しました。実は逆なんですけど、自分なんですけど、こういうクラスを設計しました。これ C シャープですね。で、与えられたデータを、さっきのテキストファイルのデータですね、テキストファイルのデータを与えられたら、そこの中にとある文字列が入っていたら、それを別の文字列に置き換えるという、まあ、単純なものです。ちょっとね、見た感じ、見慣れない。C シャープで書いてあるにしては、なんか文字列の機械だったらリプレースでいいんじゃないかみたいな話なんですけど、いきなりイントポイントとかちょっと書いてあるってあれなんですけど、コンストラクターに、探す文字列と置き換える文字列、そしてサイズ、ちょっとね、いろいろ制約があって、サイズは両方とも文字列も同じ長さでないといけないんで、そのサイズを表してるという。で、コンストラクターにはそれらの情報を一旦保存しておきます。で、その後、そのファイルのデータを読み取ったら、そしたら、ここにリードコンプリートというところが横に呼び出されてくるので、で、そこにバッファへのポインターと、オフセットとサイズが渡ってきます。で、これはメムメムっていう僕知らなかったんですけど、ストラストラみたいなのがあるといいよなと思って、なんかメムメムで検索したら、なんかそういうそれらしくも出てくるだろうか、ズバリそういうのがなんかグニューでしょ、コードにあったみたいで、で、まあ、それとちょっとフリーディスギーとなんかリストがあるから、それをプラットフォームインボークで呼び出せばいいかみたいな感じで、ここの部分はなんかプラットフォームインボークでそのメソッドを呼び出してるみたいなコードですね。これでメムメムでなんか探して、なんかその検索するデータの中にその該当する文字列があったら、そしたらまあメムコピーでそこを上書きするみたいな、まあ、見ての通り別に何のネームもない、そういう C シャープの方です。で、一応、ブラッドホームインフォークの方もちょっと見てもらうと、そうすると、まあ、ちょっとデバッグの表示はね、表示させたかったので、ちょっとデバッグプリントみたいなのが入ってますね。で、それからメムメムと、それからメムコピーがこんなふうに定義されています。ちょっとエントリーポイントの名前はね、少し2つ付けてあるのは、シンボル名かぶらないように分けてあります。あと、なんか DLL インポートがね、なんで拡張子が H なんだみたいな話があるんですけど、それはまあちょっと置いておきましょう。そんな感じです。で、これはですね、今作ったリードコンプリートを呼び出している C シャープの方、じゃあ C プラプラのコードですね。C プラプラから C シャープのコードを呼び出すというところです。で、さっき言ったように、ファイルの内容を読み取ったら、それのバッファーの、ポインターとセットとサイズを渡さなきゃいけないので、それを特定して、
で、ここで読み出すみたいな感じですね。で、これはここから、我々が書いたその C シャープのコードを読み出しているんですけど、まあ、こんな感じで、名前空間 WDM.code だったんですが、アンダースコアで見つけて、それからインターセプト CTO デバイスというのがクラス名で、でリードコンペイテッドというのがあのメソッド名ですね。で、これは C++ っていう話をしたんですけど、実際に読み出しは C になるので、なのでディスポインターが渡せないので、なのでディスに相当するクラスのインスタンスを最初に対置する形で、あとは普通にメソッドの引数を渡してやる、バッファーのポインターとセットのサイズを渡してやると。でこの辺ちょっと見慣れないかもしれないですけど、FM ゲットシステムアドレスを DL セールというのは、Windows のカーネルの、API で、カーネルモードの変換ですね。で、MDL 構造体っていうのがあって、そいつから、生の、アクセス可能なポインターを取得するためにこの API を使っています。どういうことかというとですね、我々がユーザーモードで、リード API、例えばリードファイル API とか呼び出すんですね。そうすると、ユーザーモードのプロセスって皆さんご存知の通り、仮想メモリにあります。32ビットだと、4GB の、アドレス空間になるんですけど、それは、システムの、Windows のカーネルが動いている、要するにカーネルモードの、メモリ空間とは全く別のところにあるかもしれないですね。なので、それらを抽象的に扱うための MDL 構造体というのがあります。で、それを指しているのがここ、まあ、それが割り当てられていない場合もあるので、一応、ヌルポイントでチェックして、割り当てられていたら、そいつを、どこにある、ページかわからないので、ページっていうのは 4KB のページですね、4KB タイプのページで、どこに割り当てられているのかわからないので、カーネルモードの、メモリ空間に、再割り当てが必要であれば、割り当てそこへの実ポインターを取得するっていうのが、この API の役割です。まあ、この辺で何の話をしてんだろうなみたいな、どうかもしれません。いや、C シャープの話です。我々は C シャープのコードを書いてるだけのことで、C シャープの話です。はい、で、まあ、一応、最初に IL 通信の話をしてますという話をしたので、IL 通信の話なんですが、IL 通信でそのデータを扱うためには、GC とこう仲良くしなきゃいけないということで、さっき C シャープのコード書きましたよね。我々は C シャープの話をしてるんです。C シャープのコード書きましたよね。で、C シャープのインスタンスが入されているはず。入してるかどこかというと、まあ、このコードなんですけども、これ、まあ、ちょっと C で、ね、書いてあるんで、なんか変なコードですけど、これ new です。みんなよく見ると new って書いてあるんですね。はい、で、new で、インスタンスを割り当てます。でも、インスタンスを割り当てたら、それで GC から追跡できるようにならなければいけない。で、その辺のことをやってるのがちょっとここら辺です。ダーキハブって書いてあるのは、こいつをですね、デバイスエクステンションというところに無理やりねじ込むために、レイアウト、バイナリーレイアウトを合わせて、なんかこう、うまくくっつくようにしてあるんで、ちょっと汚いやり方なんですけど、まあ、デモンストレーションがこれで十分だろうということで、こうしておくと、IL2C の、まあ、ちっちゃいランタイム、スカスカのコードで300秒くらいなんですけど、そいつが一応ここで入手したインスタンスを追跡可能になる。追跡可能にしておかないとですね、いつの間にかインスタンスなくなって、それこそブルースクリーンも注意になってしまうので、なので必ず追跡できるようにしておかないといけないということで、ちょっとこういうハックがあります。で、まあ、こうやってインスタンスが、さっきの C シャープのクラスのインスタンスが作られて配置される、カーネルモードですね。はい、なんとなく分かってきたかなと思うんですけど、カーネルモードに割り当てられる。はい、ということで、ちょっとその辺のデモンストレーションをしましょうか。まずですね、一部の人たちにはすごく受けがいいみたいなウィンデバッカー、僕はクソで大嫌いで、触りたくないデバッカーなんですが、まあ、ちょっとですね、カーネルモードをデバッグするには、ウィンデバッグかそれに類するものを使わなければ、まあ、幸いビジュアルスタジオは今ウィンデバッグが内蔵されているんであんまり嬉しくないんですけど、もうちょっと VS でデバッグさせてよって思うんだけど、ま
まあ、そんなわけで立ち上げてますんで、これですね、これ Windows 10の64ビットの仮想マシンです。なんかGoogle が下で止まってますけど、これ静止画じゃなくて止められてます、デバッカーで。で、もちろんこれブートの画面ですね。で、今どんな状態にあるかというと、入ってるコードがこれなんですが、デバイスドライバーというのは、Windows の場合ですけど、そのドライバーの、なんとかシスっていうのは皆さん知ってると思う、見たことあると思いますけども、その、シスにはすべからくこのドライバーエントリーというエクスポートされた関数があるんですね。ドライバーエントリーなんですけど、まあ、ここの先頭でデバッグブレイクって、これは X64 で使える VC プラプラのイントリンジックな関数で、まあ、要するにここでデバッグが停止するみたいな感じで一旦止めてあります。で、この後ですね、まず、IL 通信の GC をイニシャライズして、でそれから、ドライバーエクステンションのアットデバイスに、その、コールバックですね、コールバック、まあ、アンロードにちょっと一応入れてはあるんですけど、コールバックのエントリーを追加してあります。追加してあります。で、デバイスドライバーって、Windows の場合、まあ、Linux とか、まあ、ちょっと構造がどうなってるのかわからないですけど、Windows の場合は、まあ、ほぼ全てのデバイスがプラグアンドプレイシステムになりますし、で、それって何かというと、僕らが USB メモリをブスって USB に挿すと、そうすると、まずその USB メモリが認識されて、でそれが USB のストレージクラスというドライバーが追加される。で、ストレージクラスというドライバーが追加されると、必ずその上に、なんだっけな、ボリュームマネージャーか、ボリュームマネージャーっていうドライバーが追加されます。だそいつが、そこの中に、要するにその USB のメモリの中に、どういうパーティションが割り当てられているかみたいなことを解析して、でパーティションが複数ある場合はそれぞれ N 個のドライブとしてまたさらに上に口を作る。でそれぞれに対して、多分 NTFS がファイルシステムをなんかパースするためのドライバーがなんか上にくっついて、でそいつらが中に NTFS が入っているとか FAT が入っているみたいなのを解析しながら、さらにその上に NTFS のドライバーとかファイルシステム、FAT のドライバーとかを追加していくみたいに階層構造になってるんですね。で、このアットデバイスっていうのは、それが追加されるときに呼び出されるコールバックだと思ってもらえるんです。で、まあ、ほぼ必ずこいつは呼び出されるので、なので、アットデバイスのところで、要するにデバイスが追加されるたびに、自分用の、ドライバーの、デバイスのエントリーですね、を新たに割り当てます。IO Create Device というので割り当てて、で、その上にスタックしていくみたいな感じのことをやります。はい、ちょっと一つだけ質問してもいいですか。はいはい、最初にビジュアルスタジオコードでセンター CLR とか、はいはいはい、コンポーネントとか、はい、3つのテキストファイルが出てたと思うんですけど、はい、その話、はい、続いております。続いております。大丈夫です。続いております。大丈夫です。もうしばらくもうしばらく続いていますよ。はい、大丈夫です。で、まあ、そういう感じで我々が書いたそのデバイスドライバーが、準備されます。その過程で今言ってた、このインターセプト CD ロムデバイスというこの C シャープのクラスがニューでインスタンス化されて、カーネルモードのメモリ上に存在するという状態になります。でそのうち、まあ、これも話し出すと長くなってしまうので端折るんですけど、そうやってやってると今回このデバイスドライバーというのは CD-ROM のデバイスの上に乗っかるような形で構成してあります。なので、CD-ROM が、例えば CD-ROM の USB の中にユニットとか最近売ってますけど、ああいうのをブスって挿すとですね、そうするとまず CD-ROM のデバイスが追加され、そこの上にこのデバイスドライバーがくっついて、でさらにその上に必要なものがバカバンで CDFS とかいろいろついていくようになってるんですが、そこの間に挟まるような感じなんですね。
で、アドデバイスが呼ばれて、今の C シャープのコードが、入されます。そして、その後ですね、しばらくするとその CD にアクセスが始まります。で、そうすると、ここをひっきりなしにいろんな情報が駆け抜けていくんですけど、それのうちのですね、これですね、IRP MJ リードっていうのがあって、これは上からその CD のデバイスに対してリード要求を投げると、こいつがやってきます。でここで一旦そのままスルーして下に要求を投げて何もせずに投げて、でその結果が上がってくるのを捕まえて、そしてさっきの判定をさせようというわけですね。で、まあ、要するにフックするみたいな感じです。で Windows は全部非同期で内部は非同期で動いているので、これはコールバックで、終わったということが知らされます。それが、この、WDM コードリードコンプリテッドっていう、関数です。まあ、はい、はい、そうですか。お、それは大変だ。で、まあ、とにかくですね、で、ここに来て、先ほど説明した、アドレスを取得して、いよいよ、C シャープの、コードを呼び出す、リードコンプリテッドを呼び出すみたいな感じになっています。で、これ何を言ってるかという、何を今からするかというと、ここにありますね。P の from がマイクロソフトになっていて、P の to がバブルバブルって書いてありますね。つまり、マイクロソフトスペースというなんかデータがやってきたら、バブルバブルに置き換えるというわけですね。じゃあ、これちょっと走らせてみましょう。これがね、ミンデパクとその友達たちは本当にクソで、ね、またに仮想のその VM の環境ではシリアルでしか進んで、シリアルエミュレーションですよ、しかも。なんか昨日ちょっと、それからツイートしてたんだけど、マルキ何なの、それは。さあ、ここから行きましたで、さっきの3つのファイルは私は事前に、3つのファイルだけ追加した ISO ファイルを作っています。 ISO ファイルってCD のイメージ、 DVD のイメージをイメージファイルにしたやつですね。 ISO ファイルで、この ISO ファイルがあれば、この、Hyper-V で、ここにその ISO イメージをマウントできるわけです。あ、ちなみにこれ全部今 GitHub に上がってるんで、興味ある方は後で参ります。はい、これでマウントします。マウントします。ブルースクリーン出たとしよう。あ、ブレイクが入ってた。あ、ブレイク入ってましたね。ちょっと削っときます。本当はこの辺もデモしたかったんですけど、ブレイクもできますみたいな話です。今の C シャープのものですかね。はい、サブでいます。で、これでマウントしましたね。ここにあります。で、テストファイル1、2、3とあるじゃないですか。とりあえずですね、さっき見た、これ、これもう一度見直すと、3はこれですね、centerclr.net で置き換えるので、マイクロソフトスペースをバベルバベルに置き換えるっていうデモだったんで、ということはテストファイル3はまあ何もないですね。 centerclr.net、テストファイル、バベルバベルドットネットで、テストファイル1、グルバベルバベルです。はい。つまりですね、これは、C シャープのコードがカーネルモードで動いていると言っていいかな。はい、本当はね、ここをもうちょっと宣伝したかった。今ってイントポインターを使って生々しく操作してるんですけど、本当はね、ちょっと文字列、ちゃんとして文字列、要するにシステムストリングを使ってやりたかったんですけど、ちょっと時間が足りなくてですね、まあ、こんなふうになっちゃったんですが、IL2C が目指しているところは、その、ポータビリティの高さっていうことがありまして、まあ、ちょっとコンクルージョンにもさっさとありますけど、
はい、まあ、できるだけ環境依存しないように、まあ、今ちょっとソースのね分け方はまだちょっと洗練されてないんでないんですけど、環境依存しないようにで、目指しているのはさまざまな環境で使えるようにするっていうことなんですが、まあ、一応当初のターゲットをその IoT デバイスみたいなちっちゃいものを目指すことによって今見てもらったように、まあ、Windows のカーネルでも動かそうと思えば動かせるよみたいないうところがあれば、まあ、どんな環境にでも持っていけるよねっていうことが言えるようなんじゃないかなっていうのを今日はすごくデモがしたかった内容です。で、まあ、カーネルモードで C シャープのコードが動きます。まあ、ちょっと誤張はありますけど、いろいろありますけど、まあ、でも目指してるところはそこです。で、IL 通信のポイントとしては2つあって、プレディクティビティ、予測可能性ですね。生成されるコード、C シャープから C のコードを生成するので、その C のコードが、まあ、どんな感じのコードが出力されるっていうのが予測しやすければ、まあ、コードを書きやすくなるんじゃないかなっていうことを思います。と、ポータビリティ、まあ、できるだけちっちゃく、複雑にならないようにすることによってその辺をなんかこう維持していきたいなというふうに思います。ちょっと時間もしましたけど、以上で私のセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。